はい、どうも、ミキです。お久しぶりです。まあ、だいぶ経ちましたね。もうほぼ約1年ぐらいですか。10ヶ月、11ヶ月ぐらいもう動画は全然アップしてなくて、まあ、ほぼもう1年ですね。この間 YouTube のあれをチェックしたら、何でしたっけ。どのぐらい最後の前回の動画をいつアップしたかっていうのを見たら300何十日って出てたんで、まあ、ほぼ約1年ぐらい、ちょっと YouTube の方から遠ざかってたんですけども、まあ、今回ね、ちょっとなぜこうやってまたお話をしようかと思ってたかというと、まあ、1年経ったにもかかわらずね、まあ、あまりその登録者の皆さん方からは見放されずに、まだ2300人ぐらい、登録者数がね、減らずにずっと維持されてましたので、まあ、これは、まあ、何らかの言葉でね、感謝を述べないといけないと思って、まあ、一応まあ感謝の言葉を1年経っても見放されなかったっていうことと、まあ、もしかしたらなんかちょっと期待されちゃったりしてるのかな、新しいことをなんかやるのと思ったりなんかしつつ、まあ、とりあえずまあ近況なんかを踏まえて話をしていこうと思って、まあ、一応まあこうやって今回また動画を撮ってますね。久しぶりに、本当約1年ぶりですよ。まあ、顔面崩壊してから、顔面麻痺してからですね、まあ、だいぶ顔は動くようになったんですよ。で、まあ、たまに、この左目のこの、寒くなるとですね、この左のこの、この辺の唇のところと、この目が結構痙攣しますね。ババ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 つって痙攣して。あと、ご飯食べるときとか、口開けると自動的にこう、左目が閉まっちゃうっていう、なんかこう、ご飯食べてると、もう左目が閉まったもう状態で、ご飯を食べてるっていう。まあ、またちょっと、ろれつがね、久々に話すんで、ろれつ回ってないですけども、これはなぜか、これは病気と全く関係ないですけどね、ろれつを回ってないのはね、元からあれなんで、ただ、こう、なんでしょうね、こう、右と左候補にこう、目を開けたりつぶったりすることもできるようになったし、何よりですね、面がすすれるようになったんですよね。前まで面がすすれなくて、もうずっと、チュッパ食べてたんですけど、やっとズズズズっていう感じの、すすれるようになったです。まあ、その長くはすすれないですけど、まあ今まですすれてた半分ぐらいの時間、スゴーってすすれる。やっとそうめんが食べれる季節になったかなと思ってます。まあ今冬ですけど。まあそれがさておき、最近ね、僕何してるかというと、まあとりあえず週3働いてますね。月曜日、火曜日、水曜日と働いて、まあその3日間で、なんて言いますか、アメリカのその、何ですか、1週間の規定労働時間みたいな感じの、週40時間はまあクリアしてます。週3日で40時間、まあ、朝6時半に家を出て、夜の11時過ぎか、まあ、ぐらいに帰ってくるような感じを月火水とやって、他の週末はですね、木金土と、まあ、木曜日はだいたい買い物をして、その金曜日のケータリングとかまでやってますんでね、金曜日か土曜日のケータリングなり、そのお弁当をね、売ったりとか、刺身を売ったりとかしてますんで、まあ、その、買い物も兼ねて、木曜日はまあ、いろんなとこ買い物で出回ってて、まあ、金曜日にまあ、お刺身売ったりとか、お弁当売ったりとか、で、まあ、土曜日にケータリング行ってっていう感じで、まあ、日曜日はまあ、家族の時間っていう感じで過ごしてますね。まあ、そのケータリングがなければ、その週はまあ、ずっと休みになるし、っていう感じで、ずっとゆっくり過ごしてますよ。なぜかというと、その月火水の3日働いただけでね、よそのお店で、まあ、多分週5、週6ぐらい働くぐらいの お給料とか、まあ、いろんなその収入を得てますんで、まあ、その働く必要がないというか、まあ、本当はね、週5、週6働ければ、ね、倍稼げるし、前にね、お店自分でやってたぐらいの稼ぎが毎月、できるんですけども、まあ、実際そのお店を売った理由っていうのも、まあその、なんていうかね、それやっぱ子供と一緒に時間を過ごしたい、っていうことがあるんでね、まあ子供もあと2年経ったら家出て、上の子がね、あと2年だったら自動的に大学に行くことになって、まあ多分家から出ていくんでね、そうなったらまあ、その時にまた自分でお店を始めて、また好きなだけっていうかね、好きなお金を稼いで頑張って、まあ、週7なりね、休みなしで仕事しようかなと思ってるんですよ。それまではまああと 1,2 年ぐらいはちょっとゆっくりして、こういう感じでね、週3お店で働いて、あとはまあケータリング行ったりだとか、
自分のお弁当売ったりとかして、まあ、こう緩やかに、まあ、それでも収入はね少なくなることもなく、まあ、結構周りの方たちよりは稼いでると思うんでね、貯金もまあそれなりにできますし、できるぐらいの稼ぎもありますし、まあ、そういう感じでやっていこうかなと思ってます、ここあと 1,2 年は。で、まあ、下の子もねその頃になったらもう高校入ってるんで、まあ、どっちみちね あんまり家にいなくなるんでね、まあ、そうなるとまあ僕もねその毎日家にいても子供とも遊ぶ時間もなくなるし、まあ、仕事に打ち込んでた方がいいかなって思ったりなんかして、まあ、あともう一つそのお店をまだ今躊躇してる理由っていうのは、お店を出すっていうことに対して躊躇してる理由っていうのは、まあ、まずロケーションが見つからないところですね。まず場所が、お店を出す場所っていうのがもうどこのお店もやっぱりでかいんですよね。もう40人50人っていうのを相手に商売をするっていう作りになってるんでね、お店自体がね。だからちょっと僕にとってでかすぎるんですよね、お店がね。僕がやりたいのは本当にもうマックスでも10人とかぐらいのお店をやりたくて、もうただその日の朝、新鮮なものっていうか魚を仕入れて、その日で出尽くして店を閉めちゃうっていう、そういう感じのものをやっていきたいので、まずもうこのキャパが大きすぎて場所が全く見つからないっていうのがありますよね。まあ、それをまたゼロから作るのもいいし、まあ、とにかく今はまあ、なんかそのお店をすぐやりたいっていう気持ちにはまあなってないです。まあ、やりたいことはやりたいんですけど、実際にすぐやりたいかというとそうでもなく、なぜかというとサクラメントというかレッドブラフですね、もう僕の前にやったお店を自分でお店をやるまではそのなんていうんですかね、もう本当に日本人の美学とかそういうことではないですけども、まあ、職人さんとか板前さんはもう 板場で死んでなんぼみたいな、なんかそういうなんかかっこいい生き方をねそれがかっこいいとされてた時代があって、まあ、多分今もそういう方もおられると思うんですけどね、僕より年上の方は。でもそれはもう僕実際思ってたんですよ、その店をやるまでもう本当に板場で死んでたら本望だなと。寿司握りながら、例えばなんか料理しながらフライパンを振りながら倒れてそのままね死んでいくみたいな、それもかっこいいかなと思ったんですけど、それがね全くかっこいいと思わなくなったんですよね。それもそれはそれでまあね、そういう方たちはそういうことを美とされてる方たちにはそれでいいと思うんですけども、僕はやっぱり自分のお店をやってそれを気づいたと。その他に例えばね店を成功してお金を稼いで毎日忙しく過ごして、でも他に何が残るって、そのお店しか残らないんですよね。なぜかと言いますと、今働いてるお店の社長さんがもう76歳なのかな、まだ現役でやってらっしゃるんですよ。まあ寿司は握ってないですけども、毎日お店に出て収録でお店に出てきて76歳ですよ。朝から晩まで立ち仕事やってるわけですよ。そのお皿を下げたりだとか、キッチンの中に行って手伝ったりとかやってらっしゃるんですね。それを見てて本当になんかもう毎日仕事来ててね、休みの日ももう結局やることなくて お店に来ちゃうみたいな。でお店も結局僕らはもう朝8時ぐらいから出てるんですけど、もう彼はもう同じ時間に来るわけですよ。で誰よりも遅くいてっていう感じでやってるんで、本当に奥さんもいなくてお子さんもいなくて、もう生涯一人に今なってしまって、もうおそらくそのお店がもう自分のなんか子供というか息子というか、まあ、多分お店が全てになってるんですよね。やっぱりその今まで、結構老舗のお店でもう40年間やってらっしゃってね、そこの一つの場所 で40年間やってるとやっぱりいろんなことあったのはもう安易に想像できますよね。まあ山あり谷ありでね、本当にまあ大変な時もあったし、コロナで潰れそうにもなったんだろうし、その後持ち直して今すんごいもう繁盛店なんですよね。毎日行列が絶えなくて、常にもう 2,30 人がウェイティングリストに、こう街に20人30人が名前を連ねてるっていうお店がね、お店になってるんですよ今。だからまあね、僕も結局その3日間でね、そのよその店で働く、週5週6で働くお給料をその3日間だけで稼げてるわけで、まあ確かに本当仕事はね大変なんですよ、忙しいし、まあでもまあ自分には合ってるんでね、そのスピードとかも自信あるし、まあ、腕にも自信があるのでね、全く問題なくそこで機能してますけども、でやっぱりそこでやっぱりね、毎日社長さん見てて話をしても、何を見てて行動を見ててもなんか本当にお店が全てっていう感じで、ただ
一体彼の人生はどこにあるんだろうと思ったんですよね。ふと考えてて、76歳ですよ。もう、やることないわけですよ。毎日お店来て、休みの日もお店来て。かといってね、そのお金はもう、銀行の口座の中にもう何十億って多分あるんですよ。おそらくね、40年やってらっしゃるんで。何十億とあるらしいんですけども、そのお金があっても結局そのお金を託す子孫もいない、奥さんもいない。で、結局お店もね、例えばもし、彼が亡くなってしまった場合、引き継ぐ方もいないと。で、これ一体どうなるんだっていう話になってて、まあでも実際見てるとね、やっぱり本当にもうお店を売るつも、僕もね、聞いてみたんですよ。もしまあ、彼がね、その社長さんがお店を売る気があるんであれば、まあ僕も引き継いで、そのお店やりたいなと思ったんですよ。なぜならまあ忙しいし、自分なら回せると思ったんで。で、まあ一応聞いてみたんですけどね、お店売る気ないんですが、そのすごい勢いで怒って、何言ってんだよ、お前、この40年間どんな思いで俺の店やってきたと思ってんだよ、これ俺の子供みたいなもんだよ、みたいなこと言われたんで、ああ、じゃあもうこのお店は、まあ彼に ね、死ぬまでやっていただいてね、満足いくまで。それでもう、彼と一緒に亡くなっていったらいいかなと思ってたんですけどね。で、まあ、そういうのを見てて、やっぱりお店だけのね、人生っていうのも、なんかそれだけの人生っていうのも、なんかすごく寂しいというかね、まあそれは人それぞれなんですけどね、満足度。ただ僕はそのお店だけをやってお金持ちになるっていうことが、まあ、ゴールではなく、それに気づいたから、前にやっていたお店もね、1年間で売って、こっちに戻ってきて、やっぱ家族との時間も大切にしたい。だから今すごくいいバランスで、仕事と、プライベートと、まあ人生本当結構充実してるというか、楽しいんですよね。生きてて楽しい。まあ純粋に。だからそれまで厨房で死ねたら本望だ。厨房の中で、板場の中で倒れたら、ね、本望だと思ってましたけど、まあそれが全てじゃないっていうことに気づいたというか、まあ自分の中でね、まあそれだけは幸せじゃない。確かに、まあアメリカに正直住んでますと、お金が全てなんですよ、正直。お金があれば何でもなると言いますか、まあお金がないと本当どうにもできない。これが現実なんですよ。そのお金だけじゃない、お金だけで買えないものはたくさんあります。わかります。お金だけじゃないのもわかります。ただ、アメリカでお金がないと、助かるものも助からない。うまくいくものにもいかない。っていうのが、まあ現実なんです。結局、今でも物価がね、もうコロナ前の多分3倍ぐらいに値段が上がってるんでね。まあ今まででもその日系のスーパーなんかで買い物行ってても、まあ100ドルぐらいで済んでたものが、今もう本当に普通に200ドルになってたりとか、もうほぼ倍なんですよ。かといって、収入増えてるかっていうと、前の収入と大して変わってない。一般の方たちはね。だから僕の収入はもちろん、増えてますし、倍にもなってるし、まあ2倍、3倍にもなってるしっていう感じなんですけども、だから結局買い物行っても、まあ別にそんなに大してね、ダメージはないというか、で、別に家の支払いも変わってるわけでもないし、ただ、まあガソリンもね、高くなってるし、まあ本当いろんな意味で大変ですよ。本当に収入がね、倍ぐらいになっていないと。前のずっと同じままの収入だと、多分本当に皆さんきついと思いますので、健康保険なんかもね、うちは結局僕と子供の2人だけで、奥さんはまあ働いてるとこから保険をもらってますけど、僕の健康保険と娘2人の健康保険で、月にいくらだ、1300ドルだから、日本で言ったらもう多分18万とか20万とか、そのぐらいするんじゃないですか、健康保険のみで。ただそれがないと病院にも行けないし、みたいな感じで。まあ僕も糖尿だしね、保険持ってないといつ何があるかね、前回みたいに顔面麻痺とかあるんでね、そういった時に、病院行くとね、とんでもない額の請求が来るんで、もう本当に、車1台買えるぐらいの。だから、やっぱり保険を持ってないといけないね、かといって、毎月ね、きついですよ、1500ドルぐらい払うっていくのは。まあそういうこともあり、まあ店を今やるのはまあ1年2年。まあ店というよりもビジネスですよね。なんかビジネスを始めたいなと思って、まあ自動販売機でね、スナック売ったりとか、飲み物売ったりと、自販機ね。ああいうのも今調べてやろうとしたりとか、いろいろ動いてたんですけども、まあ結局今のところはまあなんて言いますか。向こうでお店をやって稼いできたお金っていうのは、
今銀行に預けてきて、銀行からまあ年利っていうか、その年利で 5% も預けておくと、銀行に預けておくと 5% いただけるんで、結構長くなりますね。毎月何万だ、日本こちらでまあ値段言ってしまうと貯金額がバレてしまうので、まあそこそこなあれはもらってると思います。まあそういった感じで、お金はとりあえず増やすことを考えつつ、まあ仕事もしつつ、まあ 1,2 年後の、多分2年後ですね、2年後の何か、ビジネスをするために今お金はちょっと眠らせておく形をとってます。まあ本当に1年ぐらい、もう本当こうやって、自分のカメラに向かってね、こう話すことが全くなかったんで、今上手に今うまく喋れてるかどうか分かりませんし、まあグダグダかもしれませんけど、まあその辺はちょっと一応許しをいただいてですね、久しぶりなんでね、まあ愛嬌で僕のミリオンスマイルでお願いします、こうウインク付きで差し上げますんで、あとね、近況としては、まあそのお金でいろんな投資をしようとしたりとかもしてたんですけどね、それはまあ結局まあまあいろんなことがあって、まあ正直な話、友達にお金貸したりして、まあ結局それが払えないっていうことで、まあ結局ね、なんかうまいこと丸め込まれて、なんか今金利なんで利息だけもらってる感じですね、毎月ね。残高を減らずに、なんて言いますか、利息だけ、いただいてる感じで、お金は、まあ、元金は減らないまま、利息だけ毎月もらってるような感じにな形になってますね、その貸したお金は。まあそういうのもあって、まあちょっとまあ今はね、その投資話、まあ多分の投資をね、最初にしようと思う方は皆さんいろんなこと騙されたりとか失敗したりとか、まあそういうことあると思うんで、まあそれもね、範囲内の想定内だったので、まあただそれが友達だったっていうのは、まあ結構ショックもありましたけど、まあその彼とは、まあとりあえず1度目まあうまくいかなくて、2度目で、今回2度目だったんでね、まあもう一度彼にもチャンスを与えたいっていう気持ちと、もう一度その彼との関係も修復してやり直したいっていう気持ちもあったんで、まあ信じてみようっていう決断でやってみたんですけど、まあやっぱり裏切られたという、まあ裏切られたっていうことはないんですけど、まあ裏切られたってことになるのかな。まあね、その約束した通りの返金が来ないということで、時点でまあまずまあ裏切られたってことになるんでしょう、きっと。まあ言葉悪く言えば、まあよくもう言えないですしね、まあそれが実際のことなんでね、まあ嘘もつきたくないし、そういうこともあったんで、まあ今人とも距離を置いてます。でなぜかというと、まあそのなんか、まあうまく言えないんですけど、なんか善意でね、こちらがまあその彼はビジネスとしてそれを考えてるんですけども、僕は善意として、友達として、まあ貸し借りをした、まあ多分そこが一番の間違いだと思うんですけども、それでね、なんか、まあいいや、これはやめておきます。もう言うと、いろいろコメントもいろいろ見たくもないのでいろんなこと言われて批判しか来ないと思うので、まあこの話はやめとくとして、まあとにかく元気なんですよ。元気に仕事というか、まあ人生を謳歌してるというか、まあ休みの日はゆっくりして子供たちと遊んだり出かけたりとか、まあ自分の好きなこともやったりとか、ね、温泉行ったりだとか、そういうこと好きなことやってます。お金にも今困ってはいないので、まあお金は困ってるといえば困ってますけどね、まあ家も買いたいし、お店もすぐね、お金がいっぱいあればもうすぐやっちゃうんですけども、まあ今はその気持ちのなんかこうリフレッシュというか、まあちょっと何て言うんですか、これうまく言えないですけど、気持ち、穏やかな気持ちに、穏やかでもねえな、気持ちをリラックス、違う、リリーフじゃない、なんとかリフレッシュみたいな感じです。まあ時が来ればまた動き出しますんでね、その時はその時でまたご報告しますんで、まあこれからもちょこちょこね、時間もできてきますんで、まあこっちの YouTube の方もなんかいろんなことやっていけたらなと思うんですけど、まあとりあえずやっぱり誰か相方欲しいな、愛の手入れてくれる人欲しいな。
カメラを撮ってくれる人も欲しいな。なんか一人ね、一緒に誰かやる人がいたら、こう、ね、めんどくさからずっていうか、億劫にならずにできるんですけどね。もしなんか、誰か、あれですよ。アメリカとかロサンゼルス、オレンジカウンティ、こちらでカリフォルニア、オレンジカウンティか、ロサンゼルス、この辺でまあ住んでる方で、まあ、僕と一緒にやりたいっていう方いたら、連絡ください。一緒にやりましょう。まあそんなとこです。とりあえず、まあ、また、近いうちに、動画上げますんで、その時もまた、よろしくお願いします。まあ、あれですよ。本当に1年ぶりでこんなこと言うのも恐縮なんですけども、チャンネル登録の方、お願いしちゃっていいですかね。チャンネル登録と、いいねボタンと、このグッドボタンと、あと、もう何でもいいです。何のボタンでもいいから、もう、乱射してください。とりあえず打ってもらって、それで、こういう感じで、親指上がってきましたよ。サムズアップ。サムズアップ。こういう感じでお願いします。ではまたごきげんようです。からのドゥーン。